はい、というわけでですね、皆さんお久しぶりでございます。というわけでですね、今回は、久しぶりの、アプリ紹介でございます。今回はのアプリはですね、定番中の定番、ちょっと今回からですね、パズドラをですね、ちょっとずつですけれども、実況と言いますか、なんかちょっと進めていきたいと思います。いくつかその部分に分けて、はい、実況していきたいと思います。こちらのチャンネルで。でですね、あとこちら、画面キャプチャーソフトを使って、ちょっとキャプチャーしながら実況もしていきたいと思います。はい、というわけで早速、やっていきたいと思います。多分今右側にね、右側、左側に、iPhone 画面が出てると思いますので、早速やっていきたいと思います。というわけでね、こちらに下にあります、パズドラね、押していきたいと思います。いきます。えい。で、同意すると。はい、出ましたね。はい、来ました、パズドラ。ではスタートしていきましょう。で、こちら名前入力してくださいと。で、入力していきましょう。こちらのね、キャプチャーソフト10分ぐらいまでしかキャプチャーできないので、なるべくね、ちょっと急いでやっていきましょう。で、こちらパートナー選択ということで、パズドラね、少しは見たことあるんですけれども、あんまり詳しくないので、その辺はお許しください。では、どれ選ぶか。じゃあ、このフレッシーってやつを選ぶでしょうか。では、ちょっと今ダウンロード中ですね。今回のこの回ではですね、ちょっとパズドラやってるだけで多分変わると思いますので、あんまり期待はしないでくださいね。はい、というわけで、ようこそパズドラの世界へということで、伝説のドラゴンを見つけ出そうということで、早速なんかこういう画面になりましたね。君が操るドロップだよということで、縦横3つ以上揃えると消せるということでね、君の HP が0になるとゲームオーバーになると。はい、で、こちらが、もうここに3つ並んでるのが、味方モンスターということで、敵がこれドロップを消すと敵が攻撃してくれるとかね。はい、で、やっつけてみようと。では、行きましょう。ここをタッチすればメニューが表示されるよ。はい、では、ちょっと早速ドロップ動かしてみましょう。行きます。ナイス。今同じ色を3つ揃えてドロップを消してみよう。では、ちょっと動かしてみよう。おお、一気に消えましたね。お、いきなりコンボが来ましたと。6コンボ出ましたね。敵が攻撃してくる。味方がね、攻撃してくれました。で、これでどんどんやってみましょうか。では、今度、どうしよう。はい、こういう感じでね、どんどん進んでいきましょう。じゃあ、3つ揃ってるところありますかね。難しい。あ、やべ、間違えちゃう。ああ、3つ揃ってるところありますかね。おお、来ましたね。はい、おお、クリアしました。まあ、簡単なんでね、ここは。敵モンスターに対峙すると、その狙い撃ちできると。すごいですね。クリア報酬すごい。これでどんどんね、クリアしていくと、まあ、ランクアップしましたね。はい、魔法石1個ゲットと。これが有名な魔法石ですね。ゲームの様々な使い方を使う人。じゃあ、ちょっともう1ゲームやってみましょうか。はい、というわけでやっていきたいと思います。ドロップを動かすとカウントが減ると。ああ、カウント減りましたね。
では今度は HP を回復させてみようと。あ、なるほど。じゃあどんどんやっていきましょうか。おお、あ、一気に倒されましたね。でこれでどんどんやっていきましょう。あー、ちょっと HP 減っちゃいましたね。じゃあ今度は、あれ、おお、すごい、一気に減りました。すごい、一気に減りましたね。ではどんどんやっていきましょうか。はい、あ、すごい、一気に倒されました。あ、ゲームクリアということで、ね、はい、まあこういう感じでね、どんどんゲーム進んでいきましょうということなんですけれども、これこの辺でね、ちょっとゲーム終わりたいと思います。なんかこのモンスターね、ゲットしました。チーム編成では所持しているモンスターを組み合わせて自分だけのチームを作れるよと。さっき入れた医療マークを持ってみよう。あ、いや入りましたね。はい、ちょっとこの辺でね、そろそろ、終えたいと思います。はい、というわけでですね、今回初めて、パズドラの方をやってみたわけなんですけれども、なかなかね、奥が深いゲームですよね。まだちょっとやったばかりなんですけれどもね、本当奥、これからもどんどん、やっていきたいと思います。はい、というわけでですね、まあ、今回はパズドラ実況、まあね、第1回目ということでした。まだまだね、初心者なんで、もう本当にね、上手い人ばかりだと思いますので、まあ、みんなね、あの俺のこと多分もう下手じゃねえとか、もうダメだろうとか思っちゃってるかもしれませんが、どうか温かい目で見てくれないでしょうか。というわけで、今回はパズドラ実況第1回目ということでした。バイバイ。